はい、今日はダイソーで買ってきた土鍋の紹介をしたいと思います。ずいぶん涼しくなってきたので、そろそろ鍋でもしたいなと思って買ってきました。よいしょ。400円です。ブラックとブラウンの土鍋を買ってきました。直径は19センチです。直火 OK、 IH はダメで、電子レンジもダメ、オーブンもダメと書いてあります。この色の他にも2種類色がありました。そして一人用鍋も1種類あったんですけど、今回はちょっと1人から2人鍋用のこちらの鍋を買ってきました。側面にはこんな感じです。裏は何もないです。早速開けてみたいと思います。はい、1人から2人用の鍋と書いてありましたけども、1人でもいいような大きさです。たくさん食べれる鍋です。こんな感じでちょっとかわいい鍋です。はい、使用方法に、初めて使用する際は米のとぎ汁や小麦粉大さじ2杯をお湯で溶き、約10分沸騰させて煮込みます。陶器特有の細かいひびが入った場合はお粥を炊いてください。水分が鍋底裏に染み出ることがあります。使用後は食器用洗剤で洗って乾燥させてくださいとなってます。使用上の注意もよく読んで使ってみたいと思います。はい、では今日は初めて使うので、小麦粉大さじ2杯をお湯で溶いて10分沸騰させてみたいと思います。では土鍋の下準備ができたので、具材を入れて鍋を作っていこうと思います。はい、このニンニクは無臭ニンニクで、このまま食べてもホクホクと美味しいです。鶏丸ごとガラスープの素を小さじ1杯、そして塩コショウ、そして
はい、塩バター鍋できました。千切りキャベツとニラと豚肉、今年初めての鍋です。ではいただきます。そう、はい、ではいただきます。無臭ニンニクもいただきます。赤い。うん。ホクホク。はい。これぐらいの量の大きさでしたら一人でも食べれそうな量ですけど、1.3 人前ぐらいの量になると思います。はい、今日はダイソーで見つけてきた400円のかわいい土鍋の実食紹介でした。過去の動画でも100均の便利グッズを使っていろんな調理をしています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。